クリッパーカードとバートの自動改札機クリッパーカードはサンフランシスコベエリアで利用できる公共交通機関向け非接触型 IC カードである。2021年現在、ベエリアの24の公共交通機関で利用できる。クリッパーカードが使える主要な交通機関には以下のものがある。はじめトランスリンクという名前で2002年から利用された。現在のクリッパーカードは 2010年に利用が開始された。クリッパーという名前は19世紀のカリフォルニアゴールドラッシュの時代に東部海岸とサンフランシスコを結んだ高速帆船のクリッパー及び1930年代に太平洋横断定期便として運航した飛行艇チャイナクリッパーから取られた。中国語での愛称は道知通りと名付けられた。バートに関しては2020年12月に 紙製の切符の発行が停止され、クリッパーを使うことが必須になった。通常のカードの他に、高齢者、青少年、障害者用のカードがある。また、低所得者向けの割引プログラムもある。プリペイドカードとして、通常の乗車に使うほか、マンスリーパスのように、定期券として使うこともできる。ただし、定期券としては、すべての交通機関で共通に使えるわけではなく、 サービスごとに購入する必要がある。マンスリーパスは発行開始日から1ヶ月有効というわけではなく、発行月のみ有効となるので注意が必要である。サンフランシスコ市内のムニメトロやバートの自販機で購入できる。また、ドラッグストアのウォルグリーンなどの指定販売店で購入することが可能である。 サンフランシスコ国際空港の3階出発フロアのアート駅近くのインフォメーションでも購入できる。2012年9月1日以降、新たなアダルトクリッパーカード発行にはが3ドルの発行手数料がかかる。ただしオンラインで購入すると同時に、クレジットカードのオートロードに申し込む場合は、発行手数料は無料となる。日本のスイカと同様である、プリペイド式の交通カードである。 あらかじめ利用金額をチャージしておく必要がある。チャージは駅や市内各所にある指定販売店で行うことができる。300ドルまでチャージ可能。乗車前にクリッパーカードをカードリーダーにタッチし、ビープ音が鳴るまで待つ。バートやカルトレインなど距離によって運賃が変わる鉄道では乗車駅及び下車駅でタッチする。ムニバス利用時には乗車時のみ。 カードリーダーにタッチする。https コロンスラッシュスラッシュ www.clippercard.com ス cliperweb スラッシュ。ありがとうございます。